100万円をかけたチャレンジ。立ちはだかるのは名だたる英語系 YouTuber。 留学に対する夢、熱い思いをぶつけろ。日本に住んでると外国人としてしか見られなくて、日本だと本当に一生蚊帳の外っていうか。すいません、ちょっといいですか。もっと辛いと思うんですよ、留学生活って。そう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 。 Don't be too hard on yourself。 かっこよすぎるな。このシーンだけは必ず見ます。留学グランプリ、思いをぶつけて100万円ゲット。主催の留学兄さん K です。この企画では皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です。今回総額400万円というお金を、私が経営する留学アシスタント株式会社から、皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいています。この企画から世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っております。僕、逆にお金以外とかで、なんか僕らからその、まあ、得たいものとか、まあ、それ以外でもいいんですけど、サポートもですけど、はい、周りに留学とかをしている人が本当になくて、その、なんか困、なんか、情報を集めるのもそうですし、なんか、実際に、その日本で育ったので、結構日本人の価値観なんですけど、で行った時に困ることとかを聞ける人とか、相談できる人が全然いないので、皆さんの経験とか、ぜひ聞きたいです。そんなのいくらでもね。あ、ちょっとそ気になったんですけど、バイトのとこなんですけど、ちょっと話もするんですけど、はい、いや、なんかその、いや、ヤギングいいですけど、言語できるじゃないですか、はい、で、ちょっとその難民の方もそういうの支援みたいなおっしゃってたんで、例えばその子供にちょっと英語を教えたりとかも、今の段階で活動できることあると思うんですけど、例えばアルバイトで、まあ、英会話だったり。なんか調べたんですけど、高校生だとやっぱり、うん、難しいですね、できるものがなくて。確かにね、そうですね、大学生以上になってしまうので、うん、そうだね。一応調べて、はい、ボランティアとかも調べたんですけど、そういう支援の、でもそうですね、年齢的になくて。なるほど、そういうことですね、はい、ありがとうございます。ちなみにそういうなんか国際バックグラウンド非常に持ってきたと思うんですけど、はい、その中でちょっと難しい質問かもしれないですけど、こうアナちゃんが感じてきた国際的な問題点、はい、こう日本こうなったらもっといいんだろうなみたいな、はい、っていうのを聞きたいですね、はい。まあ、常に思ってるのがやっぱり島国っていうのもあるかもしれないんですけど、外国の方へのなんか偏見とか差別とかは多分あんま表にあんま出ないと思うんですよ、日本は。でそれはいいなと思うんですけど、なんか理解しようとしないのが結構日本人はあるかなと思っていて、なんか、うん、あの人は違うからもういいやみたいな感じで諦めちゃう人が多いなと思ってて。具体的になんかそういう経験があったりするんですか？はい、そうですね、自分もそうですし、なんか母親もよく言ってるんですけど、なんか日本に住んでると外国人としてしか見られなくて、もう50年住んだとしても自分は一生外国人で、アメリカとかだとその、まあ、適応していくじゃないですか。でアメリカ人になっていけるけど、日本だと本当に一生蚊帳の外っていうかっていう感じがすごくあるので、もう少しこうフレンドリーな感じになったらすごく素敵だなと思います。何が日本人足りないと思います？なんだろう、許容さ、なんか、うん、あの人をこう受け入れる心っていうか、あとなんかきっちりきっちりしすぎて、多分自分その知らないものに手を出して自分に被害を及ぶっていうかのが怖いのかなと思ってて、うん、だからみんなもっとこう前向きに自由にいろんなことにこう飛び込んでいけるようになったらいいなと思います。まあ、ちょっと閉鎖的という感じで、ね。あ、そうですね。島国やし。そうですね。ステレオタイプもあります。まあ、保守的ですよね。うん、まあ、良いところもありますけど、やっぱり悪いところにもね、ありますよね。うん。まあ、そろそろ時間なんで、なんか、質問とあれば。何ですか？そんな顔で言う、そんな顔で言うことじゃないんですよ。まあ、今回の企画で100万円っていうところなんですけど、はい、こう他の候補者の方を差し置いて、こう私に絶対インベストした方がいいっていう、こう理由とか聞きたいんですけど、いかがですか？はい、そうですね。すいません。なんかみんな夢とか聞いてて、すごい、なんか、
そうですね。すいません。ごめんなさい。一緒、全然ゆっくりで。真っ白になっちゃった頭が、すいません。一番情熱を持って人のために自分を犠牲にして頑張れるのは自分だと思っていて、その、なんか調べ不足とかであんま伝わらなかったかもしれないんですけど、なんかその、人を助けたい気持ちとかは本当にあるので、その、留学して、お金をいただいたからって一人よがりになって自分勝手になんか道を変えたりとかすることは絶対ないし裏切りたくないと思ってるので、ここは信用してほしいです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。今から留学の壁という実技試験を行います。決められたテーマに沿ってニックさんと英語で会話してもらいます。趣旨としては留学でやっていけるだけのグローバルコミュニケーション能力があるのかを見ます。今回のテーマは授業での一コマ、日本をより国際的な国にするにはというディスカッションをしていただきます。それでは留学の壁スタートです。 Welcome to my class. I am your professor for today. My name is Mr. Edwards. Is your name Anna or Anna? Anna. Okay, it's very nice to meet you. Nice to meet you. So today I'd like to have a discussion about diversity in Japan. So the amount of foreign-born people in Japan is said to be a little less than 2%, which compared to the rest of the world is quite low. And I think Japan is making an effort to diversify in the future. And I'm wondering if you have any thoughts on what Japan could do to expand both the presence of foreign people in Japan and make it easier for them to move here and live here. So like the government? Or? The government and Japanese people. Okay, so I think Japanese people are very protective and like stable. I think they're kind of like scared of things to change. So they kind of just keep, I don't know, everything the same. Yeah. And I think that's the reason that Japan is so not global. I'm sorry. So I think the Japanese people should just be more outgoing and feel friendly and know that foreign people aren't enemies. Like, they're just the same human. Like, you can communicate with them. They're not going to harm you. And I think the government, if they can make it like more easy for maybe students from abroad to study here, I think that would change it a lot, because then more Japanese people would have chances to communicate with foreign people. Like, some people don't even know, like, haven't even seen. Yeah. So, yeah, I think that would make a big difference. What do you think would be a good way for individual people to be more outgoing or maybe meet people from different backgrounds? I think, I don't know, maybe, like, making some communities that you can actually, like, go and meet people, because... So I'm half American, but I have never had like half friends or American friends. And I always wanted some, but I didn't have any way to get in touch with them. So I think, I don't know, by making, I don't know, just like even on SNS, like little parties or like. Good job. I think this is the easy part for you. Good luck. Thank you. Don't be too hard on yourself. Thank you. すごい。かっこよすぎるな。かっこいい。まね。で、ありがとうございました。ではアンナさんですね。最後ラストボイスお願いします。これ1分ぐらいでお願いします。はい。すいません。ちょっといいですか。大丈夫ですよ。はい、日本語で。あ、日本語で。はい。私は結構メキシコで生まれて日本に育ってきて、結構特殊な環境で育ったので、それによって結構差別をされたり、その弱い立場にいる人の存在に気づくことができて、でそういう立場にいたからこそ本当にそういう人たちを救いたいと思っていて、
でこの留学に行くことで、まあ、価値観を広げたり、まあ、語学力も法学も全てそうですけど、法律と弁護士になるとしても、その言語難民の子どもたちを救うにしても、誰よりも情熱を持って本気で取り組みたいと思っているので、ご支援いただけるとありがたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。これでアンナさんの審査以上になります。今から審査タイムに入りますので、一旦ありがとうございます。お題上お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。そうです、ありがとうございました。そうです。どうでしたかね。一個、まあちょっとどうか不安かなと思ったのは、まあ、メンタル的にやれるかどうかっていうところ、ちょっと僕は気になったんですけど、いかがですか。うん、涙が多かったってことですか。まあ、やっぱりこうもっと辛いと思うんですよ、留学生活。留学きついですよね、多分ね。はい、でなった時にアメリカ人とかにもよくいる、そういうお母さんお父さんにすごく泣きついちゃうみたいな、ちょっとタイプにも見えたんですけど。確かにね。まあ、パニック障害持ちの私から言わせてもらうと、ああいうところで泣いて発散する人の方が、まだ全然慣れにくいんですよ。あ、なるほど。ああ、意外とね。なるほど。そうか。やっぱりあそこで我慢して、気持ちを外に出さずにしてる人の方が、こう、沈んでいってしまう。確かに確かに。だから安心感はありましたけどね、僕の。確かにね、いろんな緊張もあるでしょうしね。そうそうそう、泣いちゃったのは、そういうあるかもしれんな。なんか今の涙は多分、なんかその緊張とかもあると思うんですけど、なんか自分に厳しい涙かなってちょっと思ったので、確かにね、その自分がその思ったこと言えない厳しさとかだから、やっぱ勉強とかもそうですし、留学もなんか頑張れる涙じゃないかなと思いました。いや、確かに。そう、強い反骨心みたいなのが、確かにそこですよね。そう、なんかただ泣くんじゃない感じだったなと思うので、うんうん、甘かったみたいに言ってましたね。そうです、ね、そうそう、用意で用意できなかったかみたいなね、うん、言ってましたよね。それこそニクさんも Don't be too hard on yourself って言ってるぐらいな感じだったんで、もう確かにそれ、それのな、僕がちょっと、いやいやいや、あ、僕はそうね、確かにね、ニクさんに言っといてよかったです、僕それ言っといてくださいって追い詰めてたんで、ニクさんに言っててくださいって言って、おい、こんな声跳ねるんだ、一番すぐ出るんだよ、手柄を持ってて、そうですね、確かに、うん、やっぱすごく一番僕の中で響いたのは、やっぱりギブっていうところのテーマで言うと、うん、こう今までどちらかというとこう僕の人生にこう、いい風にっていう風なイメージでしたけど、そのベクトルが完璧に他人に向いてたんで、そこが僕の中ではすごく、うんうん、いいかなと思いましたね。しかも語学とね、法律のこともちゃんとなんかエピソードがありましたよね、そういうふうに学ぼうと思った理由とか教えたいっていう ね、 うね、自分の原体験があるっていうのがすごい強い、ね、うん、変わらない感じがありますね。印象的でしたね、うん、具体的でしたね。意外にふわふわしてそうで意外に一貫性があるっていう、人を助けたいとか、うん、ヘルプしたいとか。今すごいニヤニヤしながら言ってたので、なんか、あ、ごめん、今ニヤニヤしてました、ね。真顔です。え、本当っすか。ちょっとこのシーンだけは必ず見ます。全部見てください。だから、うん、法律家になりて、ローヤーになりたいとか、うんうんうん、やっぱ人間一つ何か選んで、とりあえずやってみるっていうのは、大事だと思うんですけど、なんか結構一貫性があるなって思いました。うん、確かにね、まだね、うん、若いっすからね。ふわふわしてそうで意外と一貫性があると高評価。弁護士でなりたいという思いは届き、果たして100万円ゲットなるか。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ということですね。アンナさん戻ってきてもらったので結果発表したいと思います、はい、今日どうでしたか、受けてみて。そうですね、なんだろう、自分を改めて見直すきっかけになったというか、そうです、はい、改めて見直すきっかけになって、なんかすごく本当にいい経験をさせていただいたと思っているので、とても感謝しています。ありがとうございます。ではですね、アタッシュケースが今テーブルのようにありまして、はい、この中を開けていただいてですね、中に100万円が入っていれば、はい、奨学金獲得、はい、残念ながら、なければ、今回は奨学金な獲得ならずということで、はい、はい、ではお願いします。
ありがとうございます。はい、では今回ですね、今回は、思い届かず、奨学金100万円獲得なりませんでした。ケ君から代表してちょっと理由というか、はい、総括お願いします。まあ100万円ってところでは非常にちょっと難しいかなっていう判断になってしまったんですけど、はい、実際にそのポテンシャルだったりとか、英語の、まあ、もちろん流暢なところもそうですけど、いった時にこう伸びるんじゃないかなっていうところで、でもお金っていうところで言うとちょっとまだ覚悟っていうところが少しこう及ばないんじゃないかなと、はい、例えば、まあ、ちょっと僕弁護士になるためにはどうしたらいいですかっていうところのご質問に対してちょっとわからないところがこう、まあ、見受けられたりとか、そういうところでやっぱり本当にいけるのかなっていうちょっと不安になってしまった、はい、ただでも行くのは行くと思うので、で実際にそのプロフィールの中でもサポートっていうところがあれば嬉しいですって話があったと思うので、僕はちょっとお金っていうところよりは実際に助言であったりとかアドバイスのところで、どうやってこう留学生活そのものを成功できるようにこう変えれるかっていうところでサポートしたいなと思ったので、こういう結果で、ありがとうございます、はい、一応皆さんで話し合った結果はこういう形ということで、はいはい、せっかくなんで皆さんがちょっとアドバイスの方をいただきたいと思います。はい、名前さんお願いします。はい、そうですね、自分の原体験とその夢っていうのがかなり直結してると思うので、なんか本当にこのまま弁護士っていう形ではなくても何でもいいので、その夢を追い続けてもらいたいと思いますし、その語学力とかもあるので、ぜひアメリカで頑張っていただければと思います、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。おさるさんお願いします、はい、そうですね、まあ、ご自身でもちょっと準備不足っていうふうにおっしゃってましたけども、はい、なんかすごいお話をしてて、なんかその悔しさみたいな、そういったものが僕見えて、はい、なんか普通にこの人はなんかその今回の悔しさとかをバネに、はい、なんか今後の人生ですごくなんか頑張ってくれそうっていうのを多分一番なんですか、その志願者の中で一番感じれたなというふうには思ったので、まあ、ぜひこの何ですか、経験を生かして頑張ってください。ありがとうございます、はい、大丈夫です、お願いします。まあ、今回は残念な結果でしたけど、例えばまた別のなんかこう奨学金を応募する時とかに今回答えられなかったことをまあブラッシュアップして改善すればまた可能性があるっていうか、まあそんな感じのゲームだと思って、はい、淡々とやっていただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、なんか最後感想とかあれば。とりあえず本当にありが呼んでいただいてありがとうございますっていうのと、本当準備不足至らない点があったのは本当申し訳ないっていうか、なんか改めてすごい自分の中で覚悟を強く決めるきっかけになったので、本当に参加させていただいてよかったなと思ってるし、本当にいい経験をさせていただいてとても感謝しています。まあね、これは今回はダメでしたけど、まあ皆さんね、ケイ君も言ってましたけど、まあお金じゃない形で、まあ、せっかくご縁ですから、はい、なんかいろいろねやっていただければと思います。はい、ぜひ。ありがとうございます。本当に嬉しいです、ね、今回すみません、残念でしたけど、ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。もう少しのところで思い届かず、残念ながら100万円ゲットならず。でもお金以外でぜひ何でも頼ってくれ。ちなみに誰知ってますか？危ないですね、僕知らないと脅されてましたよ。自分の中で留学で一つ大きなことをやったっていうのがあって、オレンジを売ったっていうことなんですけど、マサチューセッツのなんか魔女とかいるところもセーラー食べたいから金くれて主催の留学兄さん K です。留学グランプリ第2回も近々実施を予定しております。イエーイ。こちらの企画にですね、参加されたい方随時募集しておりますので、概要欄の方の LINE 登録ですね、そちらを登録していただけると自動返信で挨拶メッセージが返ってきます。その挨拶メッセージの中に、申し込みフォームがありますので、そちらからご応募いただけたらなと。また何かこう問い合わせがあればその LINE から連絡いただけたらなと思います。あと僕と同じようにですね、学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さん、スポンサー企業の皆さん、または対個人でも大丈夫です。投資家の方ですね、企業さんであれば何か PR、 個人の方であれば審査員として座っていただく、どちらも大歓迎ですので、同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。 BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。